こんにちは、 S&D のミオです。今日は家でできるスパイクが上達する練習を行っていきます。今日使用するのはフェイスタオルです。スパイクの基礎基本などは再生リストのスパイクから、家でできる練習は再生リストの家でできる練習から、ぜひご覧ください。スパイクをただ打つだけではなくて、フォームを確認したり、腕の振り方や体の使い方を無意識にできるようになるまで、いろいろな練習を繰り返し行っていきましょう。練習の一つ目は、タオルの端と端を持って後ろでタオルを持ちます。足は横でも前後でもどちらでも構いませんが、前後の方がよりスパイクに近い状態になると思います。後ろに大きく振り上げていきましょう。10回2セット行っていきましょう。ではやっていきます。さあ行くぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2つ目の練習はタオルの端をこのように肩結びをして使います。なるべく端っこに結び目が来るように縛っていきましょう。で、結んでいない方を握って、天井の高さにもよりますが、当たらないように腕を後ろに大きく回していきます。上に高さがある場合は、よりこの塊が大きく円を描くように大きく後ろに振り回していきましょう。イメージはバケツの中に水が入っていて、それを遠心力で水を下に落ちないようにするような、そういうイメージでタオルを回していきましょう。足は前後に開いて行っていきましょう。これは右手、左手、両方10回2セットずつ行っていきましょう。ではやっていきます。さあ、行くぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3つ目の練習は、一旦タオルは置いておいて、手を伸ばした状態からタッチしていきます。これは足を上げるというよりかは、このスパイク時の振り切る時に使う腹筋の感覚を感じてほしいので、左手は腹筋を触って使えてるかどうか確認してください。足は右足を後ろに置いて、その状態から振り上げていきましょう。これも利き手に関係なく、右手、左手、両方行っていきましょう。10回2セットずつ行っていきます。ではやっていきます。さあ、行くぞ。1、2、3、4、5。反対も行っていきます。1、2、3、4、5。4つ目の練習は、またタオルを使います。タオルの端と端を持って、このようにスイングをしていきます。ポイントは、左手と右手を入れ替えるときに、左手は肩の前や胸の前に置くこと、右手は肘をこのように下げて振るのではなく、左手を下げることで右手は自然に上がると思うので、その高さを保ったままスイングをしていきましょう。ではやっていきます。さあ、行くぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。5つ目の練習は、バックスイングからスイングを行っていきます。バックスイング、腕の引き上げ、スイングまで
すべて今の練習で行ってきたので、それを意識しながら連動をさせていきます。バックスイングをして、引き上げて、左手を上げて、肘は高く保ったまま、高いところで振り切る。左手は体の脇か胸の前に引いていきます。この時も足は右足が後ろ、左足が前で行っていきましょう。1、2、3。この練習のポイントは、腕を回した時にも言っていた先の縛っているところの重みを感じながら大きくスイングすることです。もう一つは、スイングをした後、このように綺麗に最後、円が描けていたら腕が触れているということなので、重みを感じて、綺麗な円が描けるように練習を行っていきましょう。この練習は、利き手だけで行っていきます。10回2セット行っていきましょう。ではやっていきます。さあ、行くぞ！ 1。2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後の練習は、縛ったタオルをさらに丸めて丸に近くなるように結んでいきます。結び方は何でも大丈夫です。ちっちゃいボールがある人はそれでも構いません。タオルをキャッチする練習をするので、キャッチができる大きさになれば OK です。自分トスを上げて、高い打点でキャッチするという練習を行っていきましょう。今までの全ての練習のポイントを意識しながらキャッチを行っていきます。なるべく高い位置でボールをキャッチすることを意識していきましょう。もしトスがブレてしまったら、打ちたい打点、斜め45度から30度ぐらいの位置に自分から動く。ブレても動く。自分で足で動く。これも利き手10回2セット行っていきましょう。ではやっていきます。さあ、行くぞ！2、3、4、5、1、2、3、4、5。今日の練習は家でも体育館でもどこでもできるので、空いてる時間などにぜひ行ってみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。